おはようございます、7月16日、まあ、いよいよ暑くなってきて当社の定置網にもだいぶこう夏枯れしてきた感じです。今日の入荷速報です。これはもう本当にレアですね。これはトラガニと言います。もう本当に今本当に夏が 旬のカニになるんですけど、トラガニって言ったらもう幻です。僕の中ではこのカニは本当にこうどのカニよりも美味しいと思います。まあ、いろんなカニ僕も食べてきたんですけど、こいつだけは本当に素晴らしいです。これ1匹1000円なんで、どうぞお買い求めください。そして今日はちょっとこう波気があったんで、赤足ですね、熊エビって言われるやつです。そしてキスはちょっと少量ですね、とホウボウの赤ちゃん、そして油エビですね。これ身がパンパン入ってます。昨日僕も食べたけど最高です。はい、そして今が旬の生きハモです。これ生きてます、ちょうどいい大きさですね。しゃぶしゃぶとかにして、まあ、卵も魚卵も持ってると思うんで元気です。はい、魚卵を吸い物にしたりとかして召し上がってください。はい、で季節、この頃はちょっと季節外れなんですけど、ヒラメですね、 0.9、0.6、まあ、息づく等にちょうどいい大きさですね。はい、そしてはい、今からが大体旬になってくるカンパチの稚魚ですね。これ練りごと言います。まあ、ちっちゃいけどカンパチはカンパチなんで、しっかりとしたお刺身が引ける魚です。そして世代、僕のおすすめですね、とやはりおすすめの炭焼きです。炭焼きに特大クロサギですかね。これも卵がパンパンに入ってます。おすすめはこれは牛汁ですね、鱗を剥いでですね。はい、続きまして、まあ、夏枯れということで、水温が高くなって本当にこうマダイとか本当に1日30匹ぐらい取れてたんですけど、本当にこう不良になってきました。今日1匹だけの天然マダイです。 1.2キロ。そしてこれもちょっと今日の波のせいかしけてたんで、沖が若干ですね、スタビラメですね。はい、肉厚でまずまずのシナモンだと思います。はい、そしてこれからが旬のタチウオですね。肝立ち、僕はずっとこうイベント等とかでお伝えしてきてたんですけど、この薄さですね。でこれが当たり前の、これ指4本級ですの黒立ちになりますね。おそらくこの子らの親になるわけですけど、僕はお刺身で食べるのはダントツこっちと思います。肝立ちは本当に美味しいです。めんどくさいけど本当にスーッとおろしていただいてお刺身にすると本当にイカよりも美味しいですね。水イカよりも最高な品物なんで、ぜひお試しください。イカそうめんみたいにしてスーッと薄切りにするともう最高です。はい、市場でも結構高騰してます、こういう商品は。そして、今日のマアジですね。マアジはもうちょっともう不良でした。今日は大きいサイズ、おそらく300、200、100サイズと思います。もう大不良だったんで、もう市場にも卸しておりません。今日はそして水イカ、400g の水イカ、700g の水イカ、僕的に好みは 400g ですね。この新子ぐらいがちょうど美味しいです。はい、以上です。お買い求めの方よろしくお願いします。イカです。昨日っていうか前回に引き続きコールメですね。ちょっとばらけてます。だけどもうこのこっちのサイズぐらいになるともう普通におびいて食べれます。はい、ぜひもう少ししたらもういなくなってしまう魚なんで、沖合に出てですね、今のうちに食べてみてください。よろしくお願いしておきます。